リンダ・トマス・グリーンフィールドはアメリカ合衆国の外交官、バイデン政権で国際連合大使を務めている。かつてはアフリカ担当国務次官補、民間企業のオルブライト・ストーンブリッジグループの上級副社長を務めた。2021年2月23日に上院で国際連合大使に起用する人事案が承認され、2月25日に着任した。 1952年11月22日にルイジアナ州ベーカーにて、日雇い労働者の父と調理師の母との間に8人兄弟の第一子として誕生した。1974年にルイジアナ州立大学を卒業し、その翌年にウィスコンシン大学マディソン校で公共経営の修士号を取得した。バックネル大学で政治学を教えた後は、 1982年に国務省に入省した。人口、難民、移民問題担当国務次官補、アフリカ担当第一国務次官補、中リベリア大使、外交局長兼人的資源部長、アフリカ担当国務次官補などを歴任し、スイスパキスタンケニアガンビアナイジェリアジャマイカに駐在した。2017年1月20日にドナルド・トランプ政権が発足すると、 国務省幹部の粛清にあって解雇された。同年秋から2019年春までジョージタウン大学にアフリカ研究の特別研究員として在籍した。現在も同大学の非常勤研究員となっている。2020年11月にジョー・バイデンが次期大統領となると、それまで上級副社長を務めていたオルブライト・ストーンブリッジグループを離れ、 国務省関連の政権移行作業を支援する再検討チームに加わった。11月24日にバイデンから次期国際連合大使に指名された。2021年1月27日に上院外交委員会に出席した。国際連合大使の指名承認公聴会においてトマスグリーンフィールドは民間のコンサルティング会社に勤務していた2019年、当時、 中国政府がバックアップする孔子学院でスピーチをしたことについて後悔していると証言した。上院外交委員会の外交政策については大部分につき指示を表明し、アフリカ諸国などにおける中国の有害な軍事力と借金戦術の罠に警鐘を鳴らした。パレスチナ問題についてはボイコット、投資撤収制裁運動を反ユダヤ主義に等しいとし、 イスラエルが不公平なまでにやり玉に挙げられることに反対すると述べた。2021年2月23日に上院で採決が行われ78票対20票で第31代国際連合大使に指名された。2月25日に新任状を法定した。指名採決が遅れたのはテキサス州選出のテッドクルーズ上院議員が2019年の 例のスピーチ内容を問題視したためと報じられた。2021年3月1日には、月番の安全保障理事会議長に就任した。ありがとうございます。